こういった行事をきちんと覚えていることに安心しました。皆さんきっと喜んで。え、うちに？これは子供用のおもちゃ。まったく、あなたは私をいくつだと思っているのですか？バレンタインのお返し？あれはお礼だから気にしなくてよかったんですけど。悪のエイリアンを倒す銃、国家機密ビームモード。あ、光った。弟が喜ぶかもしれません。ホワイトデーのお返し？ふーん、お兄ちゃん案外気が利くよね。こういうの面白いと思ってるの？お兄ちゃんって結構子供っぽいよね。まあ可愛いけど。ホワイトデーだからといって別に楽しみにしてたとかそういうことはありませんから。本当です。あ、これ遊園地限定ですよね。わざわざ買ってきてくれたんですか？ありがとうございます。この犬ってもしかして有名な駅前の銅像の？まあいっか、可愛いからうちの子にしとけるよ。がプロデューサーです。今日が何の日だったか忘れていないとは。はあ、やるな。おいしいご飯を予約しているですか？むむ、もしや私の腹時計が鳴っているのがバレて。くぅ。そっか、ホワイトデー。大変だな、プロデューサーってのは。これがヘッドホン？茜とかならともかく、私がつけるのは無理があるだろう。
このバカピー。実はちょっとだけ期待しちゃってたの。プロデューサーくん、何をくれるのかしら。嘘、これどこにも売ってないって評判なのに。どうしよう、もったいなくて飲めないじゃない。今日ってホワイトデーか。お返しありがとな、プロデューサー。野球のチケットじゃん、すっげー。2枚あるってことはプロデューサーも一緒。うははー、やったホワイトデー。リマインドサンクスです。そうじゃなくて、ロコにお返しですか。これはグレートなフォトブックです。鳩がいっぱいで、みんなキュートです。ホワイトデー、まあそんなこと気になさらなくてよかったのに。でもとても嬉しいですわ。まあ、なんて愛らしいぬいぐるみ。セレブといえど癒しは必要。お部屋に置かせていただきますわ。聖母への貢ぎ物ですか。生半可なものでは満足しませんよ。分かっているんでしょうね。プロデューサーさん、何か勘違いをしているのではありませんか。この本は預かっておきます。ホワイトデーのプレゼント。ああ、なんかちょっと照れるね、こういうの。あ、でもサンキュー。イカスジャケット。あ、でもうちレコードのプレイヤーがなくてさ。社長なら持ってるかな。